どうも、バトです。今日は日曜日だもんでね、この動画はね、あの、今日のバトル日記です。ね、うん。今日のバトル日記は、ちょっとあのね、先週の出来事だけあの、語っていきたいと思います。そんじゃあ、どうぞまあ、先、まずは最初に先週の出来事を語っていきたいと思います。まあ、ちょっとね、先週なんですが、出した動画がね、 まあ、あのこれだけ、まあ、これをあの中心として出しましたもんでね。うん、まあね、あのね、確かね、トランスフォーマーレジェンズのビッグパードのレビュー動画をね、あの4本出し,出しただけですね。うん <laughs> まあね。 ちょっとね、これが続いとったからさ、うん。まあちょっとね、先週の出来事、いや先週出した動画は、こればっかだったからさ、うん。<laughs> まずは、ね、あの、月曜日から語っていきたいと思いますね。うん。月曜日は、ね、あのー、ね、何もなかったのもそうだしさ、うん。火曜日が、ね、まあ確かね、 トランスフォーマーレジェンズのいや、えっと、あかあ水曜日かなわかんないけど、火曜日は何にもなかったな、うん。水曜日がね、トランスフォーマーレジェンズのね、あの、ね、ビッグバードのレビュー動画その2のさ、ここ、あの、ダイアトラスのレビュー動画をしました。ね、うん。 まあね、ダイアトラスのレビュー動画をしてさ、うんねうん、木曜日がね、えっと、仕事だったけども、トランスフォーマーレジェンズのね、あの、ロードファイヤーのレビュー動画をしました。まあ、ビッグパードのやつでね、うん、金曜日は何もなかったもんでね、うん、普通に仕事やっとっただけですね、うん、そして土曜日がね、 ちょっとね、何も、なんかやることなかった、まあやす、休みだったけどもね、なんかやることもないし、なかったもんでね、うん。まあ、な出した動画がなんとね、あの、2本出しましたもんでね、うん。まず1本目が、この、のね、あの、ソニックボンバーのレビュー動画をして、この黒いのね、うん。次にね、もう1本が、ね、 あの、三体合体したビッグパードのレビュー動画を出しました。ね、うん。まあ、これでね、あの、ビッグパードのレビュー動画はすべて出しました。もんでね。うん。先週はこればっ,かだばっかりだったもんでね。うん。まあ、ね、ちょっとね、他のレビュー動画見たい人や女の子向け、 の動画を見たい人には、ちょっとね、申し訳ないと思う、思います。もんでね、ちょっと申し訳ございませんね。うん。まあね、僕はね、ちょっとね、これをまとめてやると、結構長くなるもんでね、ちょっと分けてや、やったからさ、ね。うん。まあね、ね、ちょっとね、ね、先々週出した、その1の開封編合わせて、 全部で、ね、動画を、ね、あの、5本出しました。ね、ビッグパードの,のやつでね、うん。まあ、5本出したもんでね、これでいいと、僕はこれでいいと思います。まあ、出せればいい、いいけどな、普通にね。<laughs> まあね、ね、これが、先週の出来事でもあります。というわけでね、 あのね、今日のバターの日記はいかがでしょうかまあちょっとねあのね今年の4月のさゴールデンウィークはねなんとねすごい大型連休でね、うん、まああの10連休になっていてね、うん、でも僕の,の仕事の場合は僕のところの場合はねあのの大型連休は ないいと思いますまあ仕事ばっかだからな <laughs> 残念ながらっていうけどもねうんまあそうだよなあの単位の日とかさ即位まああのね天皇陛下の単位の日と即位の日があるもんでなでも僕の会社の場合はねあのね ね十10連休とはい,いかないと思います、ね。うん。まあ、でもね、3、まあ、大体僕だったら3連休か、ねねまあ、4連休ぐらいになると思いますもんでね。うん。まあ、そうはいかないと思うからな。<laughs> ねうん。まあ、でも10連休になるとちょっと大変なこと,ことになるもんな。うん。 まあなんかの引き落とす日がね、なんか引き落とす日が5月の7日になっていてさ、ね、うんまあね、あとね、銀行がすべて休みになっていてね、うんまあね、5月7日に再開するもんでね、まあちょっとね、 10連休だとさ、ちょっと大変なところもあります。ねうん、まあ、10連休不安だなっていう人もおる、おる人もおるしさ、ねうん、まあ、僕だったらね、10連休、10連休ちょっと休みすぎかなと、本当と思,思いますからね、うん。まあ、子供だったらあの夏休みが、まあ、学校は夏休みとか、 があるもんでな。うん。まあ、長い、長いのは慣れ、慣れとる人もおるけどな。うん。まあ、学校もそうだもんな。あの、10連休、10連休があるもんな。<laughs> 正直言えば。ね。うん。まあ、そんな感じに、ね。ね10連休は、ちょっと大変なところもあったりさ、ね。ゆったりするところもあります。 まあね給料日が,が、ね、5月の7日になるところもあるもんでな会社のによってはな、うん、ちょっとピンチだな <laughs> もしよければチャンネル登録や高評価コメントなどお願いしますコメントにはね先週これやったよとか今週あれやりますでもいいので ぜひ、ね、あの、ね、コメントに書いてください。あとね、僕ね、軽度の地域障害持っとるもんでね、そのせいか、仮説が悪いところもあったりさ、喋り方になんか違和感あるなーっていう人もおるもんでね、そこだけはご理解お願いします。あとね、あの、新しい動画見たい人は、チャンネル登録をお勧すすめします。まあ、つ、まあ、あの、今週は、 まあ、ぜ多分あの何にもないんだけどもさ、ねうんまあ、まだまだレビューしてないね,ねあれがあったんだ、ね、あのゾイドワイルドの,あのアンキロックスとベイブレードバーストでちょっとねあのガチンコレイヤーシステムででねあのちょっとね ガチンコレイヤー同士とのベイバトルの動画も出していきたいと思いますね。うん。まあ、あ確かあの、今週あの、爆弾、今週の土曜日にか爆弾のおもちゃ発売するんだな。<laughs> うん。まあ、買おうかな。<laughs> そんじゃあ以上をもちまして、ね。あの、ね、4月の14日のバターの日記を終わります。そんじゃあ次の動画でお会いしましょう。バタでした。 バイバーイまたねー